こちらは新設された車椅子スペースです。前の人が立ち上がっても視線が遮られることはありません。築56年の日本武道館は東京オリンピック・パラリンピックの競技会場の基準を満たすために2年半かけて改修工事が行われていました。1階には30席の車椅子のスペースを常設したほか、外回りの石畳を一部フラットに作り替えました。照明もすべて LED に変え、屋根も吹き替えたということです。